文化科学宮殿の夜景文化科学宮殿は、ポーランドの首都ワルシャワにある超高層建築物。このスターリン様式の建築は、スターリンによって、ポーランドに贈与という形式で建設され、当初、その名称も、ヨシフ・スターリン名称文化科学宮殿であったが、スターリンの死後、非スターリン化に伴い、ヨシフ・スターリンの名称は削除された。文化科学宮殿は、 高さ237メートル、42階建て、戦闘の高さは49メートルあり、総室数は3288室。地震の少ない地域のため重工像を取る必要がなく、当時の技術で作ることができた。全体の総床面積は23000平方メートルで、その内部には3000人を収容できる、映画館、劇場、博物館、書店、 会議場及び展示場を要する。東欧革命による社会主義体制崩壊後は企業のオフィスが多数入居している。また、FM ラジオ及びテレビ放送の送受信場としての役割も担っている。文化科学宮殿の建設は1952年に開始され、1955年に完成した。スターリンによってソビエト連邦からのポーランド人民への贈り物として、 ワルシャワ市内に建設された。文化科学宮殿はソビエト当局によって設計され、ほぼ全工程にわたってソビエト連邦から派遣された3500人の労働者によって建設された。なお、そのうち建設期間に事故などによる死者は16人である。文化科学宮殿の建築様式は同時期にソ連国内に多数建設された。 スター・リン様式の摩天楼と同様のデザインである。特に最もデザイン的に類似点が多いとされるのがモスクワ大学本館である。しかし、主任設計士であった建築家レフルドネフは文化科学宮殿建造にあたり、ポーランドの伝統的な建築様式を部分的に取り入れた。記念碑を埋め込んだ壁には、ポーランドの古都クラクフトザモシチにある。 ルネサンス様式の宮殿に藩を取った石柱などが見られる。開館直後、第5回世界青年学生祭典が開催され、世界各国から政府要人を含む多くの人々が文化科学宮殿に足を運んだ。また、社会主義体制か、鉄のカーテンに形容される西側文化の遮断された状況にあって、様々な西側のアーティストが、 文化科学宮殿に招聘された。その中には、1967年のローリングストーンズによるコンサート、1976年のアバによるコンサートなどがある。ワルシャワ市街のランドマークとして、文化科学宮殿は当初から論争の的となった。ワルシャワ市民をはじめとするポーランド国民は、文化科学宮殿をソビエト支配の象徴であると考え、 この建築を献をした。社会主義体制崩壊の現在に至るも、このような否定的な見方は存在しており、ポーランド人の中には、政治的見解に関係なく、文化科学宮殿が、ワルシャワの伝統的な景観を損ねているとして、批判する人々が存在する。時計塔と戦闘ワルシャワ市民の間では、文化科学宮殿を揶揄して、北京、または宮殿を意味する。 パラックをもじって、パジャックのあだ名で呼ぶ者も,もいる。あるいはスターリンから贈与されたことから、スターリンの墓とも呼ばれる。また、文化科学宮殿の30階のテーラスは、高さ114メートルで、ワルシャワ市街が一望できる、観光名所としても有名であるが、ワルシャワ子たちは、どこに行くんだい、文化科学宮殿だよ。あそこに行けば、宮殿を見なくて済むからねというジョークを作って、 この摩天楼を揶揄して、留院を下げた。文化科学宮殿と周囲の高層ビル群もっとも、社会主義崩壊後、ポーランドに西側の企業が進出するなど、市場経済化の進展に従い、特に近年になって、ワルシャワ市内には文化科学宮殿と同程度の高さの高層建築物が多数建設されてきている。そのため、 文化科学宮殿はこれらの新しい構想、建築と調和する新しいスカイラインを形成している。また、1989年の東欧革命は、ポーランドにおけるソビエト及びロシアによる支配の終焉を意味し、これによってポーランド人の意識の着実に変化し、上述のように文化科学宮殿に否定的な意見もある一方で、 こうした否定的な象徴性に対して無関心であるとする意見も増えている。2000年文化科学宮殿の最上部に直径6.3メートルの時計が4基設置された。この時計塔は当時の世界で最も高い時計塔であったの西塔に時計が据えられ、このビルが世界で最も高い時計塔として新たにギネスブックに掲載された。2006年9月30日。 ミスワールド決勝が行われる。ありがとうございます。